にちは、柴戸です。今回は千葉管楽器さんから非常に珍しいギターを借りてきました。ボヘミアンギターズのオイル管ギターですね。その名もサーフワックス。デザインがですね、ちょっと海っぽい、サーファーっぽい感じです。めちゃめちゃおしゃれですよ。裏もね、非常におしゃれですというふうな感じでですね、オイル管でできているギターなんです。多分皆さんが一番気になるところはこのボディの強度だと思うんですけれども、音聞いてみますか。普通にオイル管です。でも1枚で何か入ってるような感じがするんですよね。この中身をね、見れないのかなと思ってたんですけれども、ここに蓋があって、これはね、デザイン性的なものなのかなと思ってたんですが、こうやってね、開いたんですよ。じゃじゃん。中が見づらいんですけれども、見てみるとネックがね、ここまで来てます。一番下のところまで来てますね。そして表面側と裏側にはですね、何か一枚補強されているような感じなんです。横はね、ここはもう完全にこの管だけですね。なのでここと後ろは強度強いけれども、ここは強度が非常に弱いというふうな感じだと思います。そしてピックアップは P90 が乗っておりまして、もうこの辺がおしゃれですよね。やっぱね、シングルとかハムだとちょっとおしゃれ感はないんですけれども、この P90 とか、あとジャズマスターのピックアップとかね、そういうのが乗るとなんか非常におしゃれになってきますね。でコントロールはボリュームとトーンです。でネックなんですけれども、メイプルのネックになっております。結構しっかりした木目が出ていて、割と握りやすいです。全然色物ギターというよりはですね、通常のギターのような感じで普通に弾きやすいネックですね。でそしてジャックはですね、ここについてます。こうやって持つんでここにありますね。なのでこの辺にコントロール系が集まってるというふうな感じでしょう。音は全然期待してなかったんですけれども、結構ね、いい音鳴るんですよ。生音もね、結構しっかり鳴ります。ね、しっかりとなってね、指で弾く方がおしゃれなのかな。ここ開けた方がもしかしたら鳴るかも。変わんないですね。うん、もともとこのギターを弾いてみたいなと思ったのは、実は結構前で、 YouTube でジャスティン・ジョンソンというギタリストの動画を見た時にめちゃめちゃかっこいいと思って、それからですね、いつか弾いてみたいなと思ってたんですけれども、今回たまたまですね、千葉管楽器さんに会ったんで借りてきました。ぜひですね、ジャスティン・ジョンソンの動画は見てみてください。こういうオイル管のギターだったり、あとシャベル、スコップですね、それでギターを作ったりしてですね、結構変わり種系かなと思いつつも、テクニックはめちゃめちゃすごくて、もう1個動画見るとね、立て続けに何本も見てしまうようなギタリストです。ではそろそろ音を聞いていただこうと思うんですけれども、このギターのね、非常に便利だなと思った部分としてはですね、こちら下にグリップついていて、これね、そのまま立てれるんですよ。ギタースタンドいらず、非常に便利ですね。なのでこう弾き終わったらそのままここに置くと、これはね、便利だなと思いました。では音をお聞きください。